どうだろう、あの聞いているだけじゃね皆さんつまらないと思いますので、ここから一緒にリズム練習をやっていきたいと思います。2パターン用意してございます。まずはうんぱんうんぱんうんぱんというリズムなんですが、あのリズムが得意じゃないっていう方だけ今練習しますね。このうんぱん絶対に私は自信ありますって方は難しい方に行くので、まずは簡単な方練習します。1,2,3のせーのうんぱん。続いて難しいのはね、うんぱ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 んうんぱ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 んうんぱんぱん、練習いきますよ。ワンツーせーの、うんぱ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 んうんぱ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 んうんぱ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 んうんぱんぱん。はい、ありがとうございます。さあ、ということで皆さんにはこの2つのパターンのリズムを叩いていただきます。難しい方を叩く方はね、ちゃんと耳を澄ませながらしっかりリズムに合わせて手を叩いてください。で、最後まで一緒にいきます。で、オンレインっていうのがなんとなく皆さん知ってるかと思いますので、ぜひ一緒に声を出していただけたらと思います。では一緒に手拍子いきますよ。ワンツーワンツーせーの。そのまま音楽いきます。ありがとうございます。皆さん拍手上手ですね。あのいろんなところでやってましたけど、あのうっぱ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 が多いパターン初めてですね。ねえ、自信がある方が多かったんでしょうか。ねえ、あれやばい。